野牛十兵衛室は山田風太郎の時代小説。十兵衛三部作の三作目であり、山田風太郎が発表した最後の小説である。小説を原作として、石川県が漫画化しており、本校で合わせて扱う。毎日新聞百9 9 1年4月1日から1992年3月25日まで連載された。 連載終了後の1992年9月に、毎日新聞社から単行本が発売され、その後、富士見時代小説文庫、小学館文庫、河出文庫から文庫版が発売されている。山田風太郎が晩年に発表した室町時代も、舞台とするため、室町物の一冊に数えることもある。慶安三年、大和国屋牛の小付近の河原で赤眼の男の、 残殺死体が見つかった。野牛十兵衛のものと思われたが、十兵衛は赤岩であったが、潰れているのは左目であった。しかし、発見された十兵衛の死体は、右目が潰れていた。慶安2年の野牛十兵衛三岩戸のお学士、コンパル竹網と、大英14年の野牛十兵衛万岩戸とのお学士、ゼアミとが、秘曲ゼアミを用いて、 時の流れを超え入れ変わり、優意小説の陰謀や足利義満の行為散脱に立ち向かう。石川県の作画によって、ビジネスジャンプに2000年21号から2002年まで連載された。連載は、打ち切りで終了し、単行本最終巻が発売される際に描き下ろしも加えられたが、ストーリーそのものは完結していない。農学局による、 時空間移動というモチーフは同じだが、小説版とは大きく異なり、武士ではなく忍者が支配する江戸時代との対立が主となっている。山田風太郎の他の小説に登場する忍者や剣客たちが登場する。慶安3年、大和国野牛の小付近の河原で石岩の男の残殺死体が見つかった。野牛十兵衛のものと思われたが、十兵衛は石岩であったが、 潰れているのは左目であった。しかし、発見された、十兵衛の死体は、右目が潰れていた。慶安二年の野牛十兵衛三岩が能楽し、コンパル竹網の脳を見ているところへ、徳川の推し軍が襲いかかってくる。葵の門ならぬ、甲が葵の門を掲げる徳川家康は、もう一つの江戸時代イコール、武士ではなく忍者が支配する江戸時代から十兵衛を、抹殺に来たのであった。 なんとか襲撃を知りけたものの、女子供も無差別に殺され、野牛の里は壊滅状態となった。しかし、竹網の国を越えて過去を変えれば、この襲撃はなかったことにできるかもしれないという提案を受け、本来の江戸時代と忍びの江戸時代が分かたれた秘密を探ることを決意。国を渡る秘術を知るという、こちらの世界の横島網と会うべく、 横島亜美の所在を知る月の輪の宮がいる経へ旅立つ。ありがとうございます。